日本生活協同組合連合会は、日本の消費生活協同組合を、組合員とする連合会である。略称は、日本政協連、日政協。1951年3月20日設立。2019年度末の組合員数は316、供給口は3921億円である。主な事業は、プライベートブランド商品の開発と供給、通販事業、 会員の事業を活動支援などである。PB 商品の開発に積極的であり、赤字の楕円に白文字でのマークが付けられた製品は日本製強連の開発である。以前は共済事業も行っていたが、製強法の改正によって取扱いが規制されたことから2009年3月21日付で日本コープ共済生活協同組合連合会に移管した。 日本政教連と加盟組合の関係日本には地域政協、職域政協、学校政協、大学政協、医療福祉政教、共済政協など様々な政協がある。日本政教連はそれらの政協が加盟する全国連合会であり、本部と支部といった関係ではない。各政教と日本政教連、あるいは政教と政協の間では人事交流や支援、 商品の共同開発や物流機能の共同化などが行われている。地域のいくつかの政協が集まって生活共同組合連合会を組織する場合もあり、下記のような連合会も日本政協連に加盟している。1、会員政協への商品供給などに関わる事業に、政協の全国組織としての取り組み3、会員政協への支援の取り組み組合など後のは、政協連合会、 無印は地域請協は学校請協は職域請協はその他事業請協に付した。本部を置く都府県以外でも事業展開している組合については組合名にオフした。一覧その他は日本の生活協同組合一覧を参照。2012年9月25日厚生取引委員会は 日本政教連が下請業者に支払う代金を不当に減額を及び遅延させていたとして、下請代金支払一円等を防止法違反で再発防止を勧告した。不当減額や代金の支払一円利息等違反総額は519社に対し合計約38億9400万円という巨額に上り史上最高額の違反事件となった。日本政教連は コープマークが付けられた、プライベートブランド商品の製造を委託している、下請け業者に対し、値引き分の一部負担など、約25億6300万円を不当に減額、売れ残り商品の不当返品約480万円、分野商品開発段階の試食等のテスト費用、約260万円分まで負担させていた。また日本製協連は、下請け業者に対し、 下請け法によって義務付けられている物品受領後60日以内の代金支払いを行わず大幅な支払い遅延を起こしていたため約13億2300万円に及ぶ支払い遅延利息も認定された。日本政教連は下請け法の定める親事業者の遵守事項についての理解が不足していたと説明、すでに契約是正、返金、利息支払いは終えているという。 下請け法の運用は、大半が警告で処理され、正式に韓国や罰金刑に処された事例は、ほとんどなかったが、日本政教連の違反は519社に対し総額、約38億9400万円という大規模な、ものであったため、コートリーが韓国に踏み切ったものである。ABCDEFGHIJ、組織概要。日本生活協同組合連合会。 2021年6月22日閲覧。コープ福島のブランドで展開。日本生活協同組合連合会に対する、韓国党について、厚生取引委員会平成24年9月25日、下請け代金支払い遅延等防止法違反に関する、お詫び等を知らせ。日本生活協同組合連合会2012年9月25日、金井隆川浜登、潜水、文裕。 独占禁止法第2版、公文堂325ページありがとうございます。